あ、皆さん、今日ちょっと重要な話をしたいんですけど、今日2024年3月7日なんですけど、まあ簡単に言えば皆さんに対して遺言書を残したいと。遺言書、なぜかというと、私医者から2024年3月末で、まあ、余命宣告を受けましてね、まあ、あれなんですよ、余命宣告ね。ね。で、なぜかというと、まあ、今、断捨離は終わって開運だったんですけど、まあ、不自由な状態で、まあ、その不自由な状態でね、まあ、食べるものも食べてないと、それとまた運悪く扉とかも縛らないのとね、ベランダのね、そういうのもあるし、あとはその身内がやった嫌がらせね、役所を使っての嫌がらせと、まあ、その精神的あれもありまして、かなり参ってまして、医者に診断をしてもらいましたら結局、まあ、ダメなんですね、もう。だから あとは顧問弁護士の先生に相談しまして、3月15日に私なりにきつい処分を出してきますから、役所に対してね、もみくちゃに、いわゆる言い方変えればもみくちゃにするってことでね、きつい処分を出して、それは顧問弁護士先生とも話し合ってるんですけど、それは最後に私から最後に残された命に対するまあきつい処分をねやると。でも身内に対してはあえて何もしないって言ったんですけど、まあ、こうなったら先生に、顧問弁護士先生に身内に対しても処分を考えてもらいますと、民事と刑事の面でね。で、あとは友達も結局今回かなり心配してくれるんですけど、先生には言ったんですね、私が亡くなった後でも友達がみんな、日本中の友達がね動いてくれると思うんですね、結局身内と役所にね対して。で、先生にはお任せしてありますからね、私が亡くなった後は身内、だからそれを、まあ、皆さん一応ね、私はこういうふうでちょっと今の状態ではちょっと、まあ、4月はちょっと持たないってことでね、4月以降は体が持たない、かなり危ないってことでね、かなり危ないってことで、だから実際は持ち分ができたんですけど、まあ、それを現金化することに対する今もトラブルもあるし、身内が嫌がらせをね、まあ、役所を使っての、だから私なりにももういろんな世界、マスコミとか動き出しましてるし、まあ、いろいろなことあるから内々にしようと言って、私なりに処分考えて、それも先生と話し合ってまして、まあそういうことなんですね。だからちょっと動画が、まあ、出せなくなる可能性ありますけど、まあ、結局私としてはもう覚悟を決めましたから、自分としてね覚悟を決めましたし、まあ、絶対ね、私はやましいこともしてないし、絶対ね、相手方には天罰を打ちると思うんですね、私が出す前にね、だけど私は覚悟を決めてますから、自分がまあ消えるなくなるってことね、この綺麗になった開運ね、よろしくお願いします。